こんにちは、アルです。スプラトゥーン、マサチョーサ団の団長、アルです。今日はですね、非常に心苦しい調査依頼が来たので、体調乗り気じゃないんですが、調べようと思います。乗り気じゃないんですよ。その依頼はこちらです。じゃじゃん。アンパン太郎さんからですね。ヒーローモードに行ってきて、ボムを投げるとき、隣にホタルのところに行って、少しずつ前に行ったら足の中が見えますよ。そのことなんですよね。ホタル姉さん、イカとはいえ女性の足を調査してもいいものだろうか。イカだからゲソかな。体調は乗り気じゃないんですよ。乗り気じゃないけど、依頼が来たからね、やらないと調査団じゃないからね。仕方なくですよ。本当だよ。行ってみましょう。じゃあ、タコツボキャニオンにレッツゴー。到着。さあ乗り気じゃないんですが、調査していきましょうかね。どうなんだっけ。ヒーローモードに来てボムを投げるときに、よ、隣にホタルのところに行って少しずつ前に行くと、どうぞ。少しずつ前に乗り気じゃないんです。姉さん、乗り気じゃないんです。さて、前に行くとか。こういうことかな？この。今一瞬足が見えて。これ、下層ですからね。あら。なるほど。はい。ボムを投げるときっていうのがミソなのかな？あ、消えるんか。なるほど。ボムを投げようとすると、これ今姉さん完全に消えてるんですが、ボムを構えると、戻ってくるっていうか、うっすら出てくるんですね。それを利用して、このカメラを着物の中に、っていうね、けしからん。誰だ一体見つけたのは。隊長。もうプンプンですよ、こんな依頼。ねえ、ありがとうございます。ねえ。よくわかんねえけども、これで、いやでもこれ感心したのは、その、着物の中をちゃんとこう、なんていうんですか、足を作っとったっていうのは、僕はさすがに。任天堂さん作りが細かいなと思いました。だって見てみて、ああいう感じなんで、まあ細かい話になるとモデリングとかはね、別に外側だけでいいかなと思うんですよ。これスコープついてないか。じゃけっていうかだからその内側までね作ってないと思われがちなんですが、こうして中が見れるバグが発見されたことにより、作りの細かいところがね出てますよっていうことも分かったので、よしとしましょうかね。これ乗り気じゃなかったんですよ、本当に。けしからんな。まあこういった依頼も我々はね調査していかなければならないんで、どんどんお待ちしておりますよ。依頼が来れば調査する。それがスプラタウン調査団、噂調査団ですからね。あおりちゃんは？あおり姉さんはなんつうか、これ椅子っていうか着物じゃねえもんな。まあ、こういうね、小ネタもありつつのスプラトゥーンですよ。こんな感じで、足まで作ってますよっていうところですね、僕が感心したのは。本当ですよ、真面目な話ですよ。
なんでかな。なんで足の中まで作ってるのかな。傘、兄さん怒ってんな。まあね、インクかけられてね、調査されて怒りますよね。でも我々の任務なんです。そこは分かってください。姉さん分かってください。しかしまあこれ見つけた人はきっとスケベですよね。そうに違いない。隊長は違いますよ。隊長は調査でやってきましたんでね、全然違いますよ。難しいんだよね。この角度がっていう感じの小ネタですね。アルちゃんごめん。カルネさんすいません。何か会話が聞こえますな。とまあこんな感じの。けしからねえな。本当に何度も言いますが、調査だから仕方なくやってるだけですからね。そこのとこ間違えないように頼むぜ。さあスプラトゥーン噂調査団はこういった調査もね、いやいやながら調査していきますので、ネタをどん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 ください。いやー、調査とはいえ辛いな。すいませんでした。よし帰ろう。さあ戻ってまいりました。いやー辛い調査だったな。辛い調査が時間が経つのも早い。そんな感じでアンパン太郎さん、スプラトゥーン噂調査団入団決定でございます。いやーねー、ああいった調査もねやっていかないといけない過酷な団員なんですけれどもね、みんなで力を合わせてやっていきましょう。そうすればスプラトゥーンの全てをね解明することができるんじゃないでしょうか。ね、隊長はこうして調査に行き、動画にしてまたネタをもらってっていう感じなんですが、皆様のご依頼で成り立っておりますのでよろしくお願いします。今回はこちらで終わります。じゃあねー、バイバイ。5匹入れるぜ。